はい、皆さんこんにちは、ナンシーでございます。ということで、本日はダイバージャンス、はい、ちょっとトイレ行ってたのでちょっと遅刻しました、すいません。今日はですね、ダイバージャンス、はい、の説明をちょこっと以前にしたんですけども、逆現象という、はい、このダイバージャンスを利用する方法っていうか、うん、ちょっとちょこっと前回説明したんですけども、実際にリアルトレードで活かさなかったので、そう、タイミングがあるかわかんないんですけど、ちょっとチャートを見て、先に見てですね、それからダイバージャンスのちょっと説明をしたいと思います。このダイバージャンスなんし、なかなか使えるなって思ってるんで、ちょっとそれを見てですね、で利用できるならちょっと利用していきたいと思うんですけども、タイミングがなければ、 すいません皆さん、タイミングなければちょっと使えないと思うんですけども、はい、ということで、ちょっと待ってね、今日ちょっとバタバタなんですよ。あー、失敗したかも。まあいいや。はい、ということで、ちょっと見ていきます。ちょっとチャットを見ていこうかな。なんか、やばいことになってたら、みんなのおかげでわかるから。はい。サクさん、よろしく、よろしくです。マークさん、はい、ナンシーちゃん、今日もよろしくです。ポチッとしました。今日は取引がメインなの。そうそう、取引はメインなんですけど、さっきチャート見てですね、でから、はい、ちょっとやろうと思います。クーさん、こんばんは、こんばんはです。チビアナさん、ナンシーさん、こんばんは。最近は相場どうもやりにくいです。2回サポートさんからメールをいただきました。かなり減らしたからなんでありがたかったです。分析結果ですかね。なんとかとりあえず頑張って今月の負けを取り戻したいです。今日も勉強します、よろしくです。あ、こちらこそです。ヨッシーさん、ナンシーこんばんは。ポチッとなしたよ。ケンをついた記事よかったよ。そうね、タイがしたいでありたい、エキセトラ、BO で勝ちたい、勝ち続けたいですね。はい、そうですね、タイで動きたいですね。タイで、はい、めでたい。チュスさん、今回の議題は難しいけど、ダイナミックダイバージャンプでポン今日なんとか過ぎましたね。見ないでください。見ました。カシサナシこんばんは。今日も勉強させていただきます。ダイバージャンス、なんとかずっと4時間足見てましたが、どこで打てばいいか分かりませんでした。本当ですか、カツさん。一緒に見ていきましょう。チャツさん、ナシーさん、今日もよろしくお願いいたします。こちらこそです。はい、ということで見ていきたいと思いますが、MT4 ちょっと見ていきますね。はい、でナシーちょっとちっちゃくできるかな。はい、ナシーちっちゃくします。で、はい、で4時間足を見ていきます。ここに表示されているのは、あ、今ないね。ちょっととりあえずちょっと全部見ていきますね。チャート、ポイントあるかどうか。ないね、ユーロドル。おお、あ、ないわ、これダメだ。ドル円、おお、ドル円綺麗に終わったね。でもいっちゃおうか、これいっちゃう、いっちゃう。ドル円売りで、ドル円売りで、ちょっと後ほど説明します。ちょっとドル円いっちゃうわ。ドル円、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 ロー方向っていうことが分かってるんで、ちょっとタイミングドンピシャではないんですけども、あ、ちょっととりあえず入れよう。で、1分で見てるんですけど、本当はね、しっかり見なくちゃダメなんだけど、とりあえずロー方向で、何でもテクニカルいいんですよ。自分が好きなものを利用して、例えば、ここではコミュニティチャンネルインデックス45、あまり良くないね。でも本当は、まあ、仮に CCI 使っている方、もう本当にどんなテクニカルでいいので、とりあえず、ロー方向っていうのが分かってるので、ロー方向に合う取引をしていくっていうのがポイントになりますね。で、ちょっと説明を行います。ベストなのは100とか北あたり。はい、で1分で取引するのがいいんだけども、 CCI、 はい、とりあえずちょっと説明していきましょうか。うわー、やだ、
やだ。はい。すいません。声が大きくなった。とりあえず、まあ、取引方法をちょっと説明します。まずはダイバージャンスの意味を。はい。ダイバージャンスっていうのは、テクニカル。はい。が、例えばテクニカル的に見たら、こう、下がっているとしましょう。でも、ローソク足、まあ、レートが上がっているとしましょう。そしたら、これがダイバージャンスです。逆現象っていうやつ。で、要するに、どっち方向に購入するかっていうと、こっちのテクニカルの方向にそろそろレートがこう落ちてくる可能性大だよっていうのがわかるので、ロー購入をしていくんですね。ダイバージャンス。逆に、逆のことも言います。仮に、テクニカル的に上がっている。でも、レート的には下がっているっていう時は、逆にこれは、あ、このテクニカルでハイ方向に購入するとこだよみたいな感じがわかります。うん。で、次説明しますね。テントレーダー、ちょっと時期が来たらまたちょっと入りたいと思うんですけども、ちょっとちっちゃくしとこう。まあ、テントレーダーはちょっと、いや、ちょっと邪魔だね。ちょっと今んとこ、後ほど戻るんで、ちょっと大きくしといて、テントレーダーを外して、ちょっと MT4 見て説明します。はい。で、はい。で、ダイバージャンス、ナンシーはどうやって利用してるかっていうと、ドル円を今表示してます。で、ダイバージャンスっていうんで、できれば、足が長ければ長いほど、騙しが少なくなります。なので、4時間足を見て、CCI は、基本的には1分では100個、超えて、マイナス100抜けてみたいな感じの時で取引するんですけども、このダイバージャンスの時はこういう200を超えた時がポイントとします。で、仮にここ200ってなってますよ。200過ぎたけども下がってきたよね。で、この上を見るとなんとまだ上がっていってますよね。だから、あれ？おかしいぞ。ダイバージャンス、逆現象が起きてるっていうことがわかります。で、ベストなのは、この200を下がってきて100超えのところ、こっからが購入時っていうことで、ちょっと今、もうだいぶ下がってきて、もう落ちてるんですけども、ベストなのはこの100の時に1分取引でロー購入。で、仮に言えば、1分取引で自分が、もう通常皆さんが利用しているテクニカルで、ロータイミングが来た時、あ、これロー行ける時のタイミングだよねっていう時に、ローだけで入ります。これがポイント。それだけです。本当に。うん。では、テントレーダー戻りましょう。もう説明はできた。で、いつまでローしてもいいのっていうのがまたポイントになってくるんですけども、これはあんまりナンシーはずっと永遠にはローしたくないですよね。もちろん転換とか変わってくるからね、相場は。だからはい、だからテントレーダー、テントレーダーを選択。100まで来なかったね。上がってこなかったね。あれ？なんか反応しないな。もういいわ。これ、このままでいこう。なので、できたら、こういうマイナス100超えって今なってるんですけども、しかしマイナス100超えだったら、これ逆張りだったら、ハイ購入するところですよね。でも、ナンシーは、もう今、下がってる相場っていうことを分かってるので、ローしかしないんですよ。で、仮に、そしたらいつまでローし続けるの？うん、いい質問ですね。はい。その場合は、もう本当にそれこそ、1分でブレイクする基準っていうのをつけてたらいいんですよ、単純に。あれ？なんか今日反応してないな。あ、線引けた。はい。なので、ブレイク基準となるところに線を引けばいいと思います。うわ、結構来そうだね、そろそろね。はい。仮にここを超えたら、ちょっと様子を見る。で、仮にそれ以上に今度はもっと長期的に見たいっていう時は、5分足を見て、それこそ次のトレンドラインがどこかっていうのを、ブレイク基準はどこかっていうところでまたローを入れるとかもできますし、もうそれはもう
こう徐々に足していったらいいと思います。足をね、長期的な足に。でも今見ている限りは、本当に反応しないな。なんでだ。この基準まではまたはいしていいかなと思います。でも CCI 的に全然来てないけどね、まだマイナス14とかになってるんで。そうだね。さん、よろしく。今日も勉強します。いらっしゃい。クーさん、ちなみにですが、CCI100 のポイントは、時間何時になってるか教えてください。時間、設定ですか。14ですね、常に。そういうことかな。購入したいよね。仮に CCI 無視で購入していい？購入しちゃった。ブレイクしたら次5分足でちょっと購入してみます。 ちょっと CCI 関係なきになしですいません。本当はね、待つ方がベストなんだけど、ライブ放送で待ってるとね、もう永遠にかかると思うので、とりあえずちょっとナンシーを実験台にしましょう。で、ここは次のトレンド台。いけたらいいんだけど、これを超えるようであれば、1分足のダウントレンドラインを超えるのであれば、次は5分足のダウントレンドラインを目指して購入します。いけたね。1分に戻そう。どんな感じだろう。下がってきてますね。よかった。ということで、ナイスバッティング。基本ダウントレンドだ。ダウントレンド。基本よし。今日の取引は調子いいぜ。ぜいのぜい。ユーロ王子、ダイバーチャンスは僕みたいに待てない人には合わない手法なのですね。 ちょっとニコ生風に読んでみました。本当ですね。待てない人にはね、ちょっとね。でも待てたら勝率上がるんだよ。そしたら勝率いいんだったら購入額も上げれるし、その日はもうリラックスで一回利益になったらもうひとまずああみたいな感じになれるんだよ。はい。クーさんではなくて MT4 の先のダイバージェンスのところです。どういうことだろう。の CCI の、なんだろう。さっきの100ポイントは何、ポイントは時間何時になって、ポイントの時間ね。なるほど、わかりました。ちょっと見てみよう。待ってね、クーさん。クータン。そう、クーさんとの付き合いは長いんですよ。実は電話で話したことないんだけど。MT4 で見ると、ちょっと待って、見れないよ。MT4 で見ると、だいたい、これね、12時ってなってますね、今日の。12時？ちょっと待って、昨日だ。昨日だ。200ポイントになったのは、
大バーンチャンス発見っていうのは昨日の12時だけどね、 MT4 の時間帯違うからね。ちょっと待って、今の時間帯が8時ってなってるから、8時、あ、これ日本タイムになってるね。8時ってなってるから、日本タイムになってるんだ。あれ違うな、違う違う、ちょっと待って、これが12時、あ、今12時ってなってる。だから日本時間より、1、2、3、4、5、6、7、8、8時間前になってるから、8時間前になってるから、ダイバージャンス発見が、昨日の今頃ですね。あ、今、昨日の今頃です、ちょうど。で、ちょうど100抜けたあたりが、4時ってことはもうわかんないや。もう無理。もう頭がパンク。しんどい。はい、ってことで、わかったかな。でも昨日の、そうですね。って感じです。何時ぐらいに下がり始めたのか。でもわかりたいよね。ちょっと待って。これ今12時、もういいや、12時、今12時、 MT4 では12時になって、日本時間はそのプラス8時間ってことでしょ。ってことは逆に言い換えれば100になった、うわ、100になったっていう時間帯が、100になったっていう時間帯が4時、4時ってことは、プラス8で12時。今日の昼の12時ですね。合ってるかな？合ってると思う。12時だ。昼の12時です。下がり始めたの。12時にポイントになってるから、ポイントになってるんですよ、100の。で、そっから下がり始めたのが8時だから16時ですね、日本時間の。はい。難しいわ。苦しい。来た来た。来た来た来た、ポイント。なんか超えそうだね、でも。23だって。我慢できるかな。待てないや。ジジさん、ナンシーこんばんは。今来ました。昨日、今日と利益を伸ばせたので、ニコニコしてます。お、素晴らしい。いいですね。いいですね。いい感じですね。てか、待てないよ。いい？もう、ローでやっちゃって。でも、そろそろ上がりそうだよね、これ。怖いわ。だん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 、見てください。だん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 、ダントレンドが、こう浅くなってきてますよね、レートの動きが。やば。これ抜けそうだね。抜けたわ。抜けた。はい、抜けた。だからもう諦め。次5分。次5分。次5分。トレンド、ダウントレンドが引けないよ。なんで引かしてくれないんだろう。すごい調子悪いね、これね。どういうこと？なんか変なトレンドライン引いた。これ伸ばせるかな？伸ばせた。こっからにして。で、ダウントレンド。ちょっと騙しがあるよ。これ完全ブレイクしてるんじゃないの？いけるか。完全ブレイクだわ。もう無理だ、これ。ブレイクしちゃってるわ、5分でも。ブレイク中。30分では。待てないよね、ここまでね。どうしよう。
どうしようかな。ブレイクしたしな、でもいいや。105円なんで、もう行っちゃいます。ブレイク中だけども、あ、かゆい。ブレイク中だけども、もう105円したから一回やってみる。もうブレイクはブレイクか。まいったな、本当に。ブレイクはブレイクだね、これね。無理だ。もうダメだ。もう行ってらっしゃいだわ。はい、皆さん、ナンシーから覚えたことは？はい。ダイバーシャンス直後に、はい。自分のいつもテクニカルを利用して、はい。その方向に混入する。しかし、ブレイク基準としたところをちゃんと引く。そこを抜けたらもう取引はしない。はい。これに過ぎますね。以上、ナンシーのレポートでした。まあ、とりあえずまとまったからいいとして、次どうする取引。他見ていこうか、MT4 で。とりあえずね。でも、取引したくなるけど、ここは諦めた方がいい？ごめん、諦められない。はい、とりあえず MT4 に参りたいと思います。MT4 で今何がチャンスが来てるか。なんかすごいパソコン遅いわ、今日。なんで？これは、とりあえず。で、MT4 見て、今の、パターン的に、はい、何に行ったらいいか。あ、ちょっと待って。やっぱり気になる。テントレーダー。お、いい感じだよ。利益になったぜ、多分。うわ、戻った。あかんのか。それはやめてくれ。やめてくれ。いけると思ったんだ。何をしやがる。まあいいわ。OK。もう気がマシになった。はい、ということで、まあ、とりあえず購入しとこう。無理。はい、ということで、とりあえず、他を見ていきましょう。ドル円、まあ、とりあえず、過ぎてたんだよね。これもタイミングない。これもタイミングだね。ユーロ円。ユーロ円いいんじゃない？ユーロ円見ましょう。だってユーロ円見て、ちょうど105円。ちょっと上がってきてるような感じだけども、一応一旦105円してるんで、まあなかなか悪くないと思うんですけど、とりあえずやりますか。テントレーダーに戻そう。うっ、負けとる。負けとるわ。ちょっと待って、戻そう。テントレーダー。うっ、見て。まあいいや、ユーロ円、はい、ユーロ円行きましょう。OK。そしたらユーロ円で、今、MT4 はちょっと今みんな、皆さん見えないと思うんですけど、100抜けてるんで、4時間足で。だから、売りですね。売りで行きましょう。で、基本は1分で来ているときに、1分、お、いい感じじゃないですか。もうちょっと取り戻そう。っていう気で100ロー行きます。あ、1万2000ロー行きます。で、必ず次を この場合は、ダウントレンドというより水平線がいいと思います。次の狙い目はこの辺りかな。これを今のところ超えたらね、ちょっとやばいよね。で、高値を超えてしまうと、もうここもうやめる基準。なし、人の言うことは聞かないけどさ。まあ、とりあえず、引いとく。で、あれ、なんか、おかしなことになってる。うん、こんな感じかな。
なんかごちゃごちゃになってるよ。はい、とりあえずそんな感じでございます。ちょっともうちょっと見えやすいように MT4 をちっちゃくできるかな。はい、利益になりましたね。ちょっと見えにくいよね、どうしよう。完璧にね、一緒のサイズにできないんだよね、どうしても。あ、やだ。はい。で、上がってきたら、さらに、あ、ちょっと遅くなったな。5000円。もう一丁ローいきます。で、また上がれば、ここでもう一ちょろ、ここでもう一ちょろ、みたいな感じで、いつも通りの感じで。方向は、ろ。クーさん、わかりました。ということです。ありがとうございます。あこさん、なしさん、こんばんは。ダイバージャンス、なかなか、難しい、なんとかと高いですね。理解するのがってことかな。いろんなチャート見て判断しなきゃだから頭柔らかくないと。 大丈夫ですよ。きっと使えますよ。はい。どんな自分のテクニカル方法でも使えるんで、まあ、とりあえず方向さえつかむみたいな。うわ、NG かよ、これ。あ、すいません。まあ、いったなあ。とりあえず今日ラスト取引したいと思います。で、今の、おお、来た。上上がってきたね、これ。一旦ロー入れるか。一旦ロー行こう。ロー行く。あ、でも71だ、CCI。何やってんだろう、私。上がるぜ、これ一旦。うわ、上がりよってる。上がりよってる。今のナンシーの今日の取引の損失、トータルみたいですね。26,300円だって。うわ、どうにかしなきゃ。って思ってやると、あまりにも考えすぎるとダメだから、負ける日はあるって認めなくちゃね。って言いながら認めれないんだよね、それが。どうしてもプラスになりたいっていう気持ち、わかる？みんな。みんなだったら分かってくれる。うわー、数秒負けってやつ、これもしかして。うーわ、来た。一番最悪パターンだ。そうですか、そうですか。んじゃ、マイナス2万なんぼやね、今日は。うわー、来てるね。ゲゲ、100まで待とう、とりあえず。お、来る。一旦ロー。もうこれ抜けたらもうマジで無理だわ。てか、新試合まだ94しかないし、何やってんだろう。ちょっと待って、とりあえず、5分で見たら次水平線どこ？もうこれも無理やわ。でも5分で見たら、新試合114とか来てるから、長めのアッシュにしたら取り返せそうじゃない？長めの取引でいこうか。3分でやっちゃう。で、今マイナスなんぼだろう。それを計算してやろう。今のんでマイナス3万8000円になってる。もう5万いこっか。よし。5万いくぜ。CCI5 分でも結構なかなかいいところ来てるんで、はい。3分でロー行きました。うーわ、でも高値更新してるよね。でも5分で見たら、5分で見ても122とかに来てるから、これを超えちゃもう終わりだよね。うわ、超えとるわ。ちょっと待って、ボリンジャーバンド。うわ、もうあかんわ、これ。もう終わり。終わりです、今日は。
ナンシー負け終了になります。今日はね、おそらくけー負け終了かな。今日は落ちてきてくれたらいいんだけどな。落ちてきてくれへんかな、下まで。はい、落ちてくることを祈るべし。負けで終わりたくないもんね。そうそう、勝ちさん、その通り。タロさん、またお通夜トレード始まるのか。もう今日はしないですよ。もう負けは負けって認めてピシッといきます。ピシッと来た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 。やだ、あと1分ちょいあるから今上がってきてほしくないんだよね、実はというと。いやだ、ハラハラしてくるわ。ハラ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 トレード、ハラトレ。ハラトレマックス、ハラトレ、ハラトレや、あれトレ。なんか自分に都合よく理論作ってるような、そんなことないですよ、そんなことないです。ローはローです、ローはロー、ローはローです。で、自分のテクニカルに合わせてロー攻、2方向。はい、ということで、もう今日はおしまいや、これで。これでどうなる？まあ、プラス9万だから今日は今日の利益しょうもなすぎる。もうしゃあないな、こんだけの力入れてそれかよみたいな感じだけども、しょうがないです。はい、利益になりました。はい、今日はなんとナンシーこんな購入しといてプラス1700円となります。はい、でもまあいいや、プラスで。はい、ということで皆さん、はっきり言えることはダイバージャンス、一番ピンポイントでタイミングが来たらいいんですけども、ちょっとテントレード外そう。タイミングが来てくれたらいいんだけども、あの、言えることはこのダイバージャンス逆向きになった時、はい、で100あな、ダイバージャンス発見みたいな、こういう時は OK みたいな感じになって、そろそろって思って100まで待つ、100抜けたらその方向に、はい、自分のいつものテクニカルで1分取引で、はい、その方向に購入をする。で、テクニカル、やっぱり自分のテクニカルでここがもう、あの、追っていかないポイントになるっていうのを、あの、必ず線を、水平線とかトレンドラインを引いてですね、される方は去ってください。ナンシーはされない、それは分かってる。ということで、以上です。皆さん、Thank you very much for watching! では、次の放送はまた来週になるので、はい、あの、また遊びに来てください。ということで、ありがとう。じゃあみんなまたね。バイバーイ。